エスキバ・ファルカオは、ブラジルのプロボクサー。エスピリト・サント・シュー・ビトーリア出身。2012年ロンドンオリンピックのミドル級、銀メダリスト。兄は、ロンドンオリンピックのライトヘビー級銅メダリストの、山口・ファルカオ。ボブ・アラムのトップランク所属。父母性を合わせた、フルネームは、エスキバ・ファルカオ・フローレンジーノ。2009年、バクーで開催された。 アイバプレジデントカップ国際トーナメントにウェルター級で出場するが準々決勝で敗退。2011年、ベネズエラのクマナで開催されたパンアメリカン競技大会予選会にミドル級で出場するが1回戦で敗退。バクーで開催されたアイバ世界ボクシング選手権にミドル級で出場し、準決勝で日本の村田良太に敗れ同メダルを獲得した。2012年、 ロンドンオリンピックにミドル級で出場し、決勝では村田に敗れたものの銀メダルを獲得した。2013年、カザフスタンのアルマトイで開催された2013年、世界ボクシング選手権大会にミドル級で出場するが2回戦で敗退した。プロに転向し、ボブアラムのトップランクと契約を交わした。2014年2月15日、ロサンゼルス郊外のハワイアンガーデン内の シーロベルトリーセンターでプロデビュー戦を行い、ダウンこそ奪えなかったが連打で一気に畳みかけ、4回2分36秒 TKO 勝ちで白星でデビューを飾った。ありがとうございます。